一方、新型コロナウイルスの急激な感染拡大を受け、奈良市では学校での感染を防ぐため、教職員向けに抗原検査キットを配布しました。今日は抗原検査キット25検体分が入った箱が市立のすべての学校に届けられました。このうち春日中学校では教職員ら40人を代表して10人が教育委員会の職員から使い方の説明を受けました。抗原検査は新型コロナウイルスに感染しているかどうかの簡易検査で、鼻から検体を採取し、およそ15分という短時間で結果が出るのが特徴です。早くに、そのことが分かることによって、先生方の健康を守ることにつながるんだろうな。で、それがやはり子どもたちを守ることにつながるというふうに考えているところです。